こんにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、木下紅子です。こちら側から失礼いたします。人生の様々な節目を着物を着て迎えたいというふうに思っていらっしゃる方もおられることと思います。本日は私の考える着物の喪服との付き合い方、考え方についてお話をしていきたいと思います。日曜日の朝10時からどなたでもご参加いただける週刊ライブレッスンというのをしているんですけれども、そのライブ中に、ある方からコメントをいただきました。2月にお父様を喪服で見送ったというね、コメントをいただきました。そのコメントを拝見して、私の考える着物の喪服の付き合い方、考え方についてお話ししようかなというふうに思っています。喪服っていうのは着る機会が、ね、ない方がいいんですけれども、人は生きていく上では必ず別れというのは経験しますよね。で、私自身も、自分の喪服ね、着物の喪服、所有しているんですけれども、祖母やそれから義理の父を喪服を着て見送りました。で、私そのね、自分自身が喪服を着た時の経験なども含めてちょっとお話をしていきます。喪服を着るタイミングっていうのは、いろんなさまざまなことに気を配る余裕がないと思うんですよね。それ以外のことだったりとか、自分の悲しいとか辛いなという気持ちと向き合う時間でもあるわけです。そういう時にさまざま自分に対してこうストレスを感じたりするようなものっていうのは、喪服の場合私はできるだけ排除していった方がいいんじゃないかなというふうに思っています。例えばサイズがちょっと合ってないなとか、ちょっと締めにくい帯だなとか、この帯締め緩みやすいなとか、履き物が痛いわとか、そういうことってなんか着物を着る上では、もう普通のね、お着物であればちょっと工夫をすればね、いいことだと思うんですけれども、喪服を着るタイミングではこういう小さなことっていうのは、できるだけ自分にストレスがないようなものをご準備いただくということが、私はとても大事じゃないかなと思います。もちろん私、喪服も自分でね、着ていただいて自分と向き合いながら葬儀に行くっていう、その自分で着るということもね、すごく大事じゃないかなとは思ってるんですけれども、心やさまざまなことに余裕がなければ、喪服は私は人にね、着付けていただくということも選択肢の一つではないかなというふうに思っています。それから喪服って、喜び事の時っていうのは、少し前からね、あ、この日この着物を着ようかなとか、あ、ちょっと汚れてるからちょっと先にメンテナンス出しとこうみたいな準備ができますよね。しかしながら、喪服っていうのは、着るタイミングっていうのは突然やってきます。ですので、喪服所有されている方は風通しとか、ぜひね、年に1回は少なくともしていただいて、シミがついてないかな、ってかシミが浮き出てきてないかなとか、カビが付着してないかなみたいなことは、特に黒なのでね、結構目立つんですよね。そういったこともぜひチェックをしていただければなというふうに思います。私自身、普段帯を締める時に、特に名古屋帯とか袋帯を締める、仕事の時は名古屋帯とか袋帯を締めることが多くて、プライベートはもう半幅帯だったりとか、帯板だけみたいな、今日は出かけませんっていう時は帯板だけだったりもするんですけれども、やっぱり帯をね、締める行為っていうのは、丹田をギュッと締めるっていうか、自分をね、奮い立たせてくれる、私は帯を締めるというのは一つ行為ではないかなというふうに思うんですよね。やっぱ悲しい気持ちと向き合いながら、どなたかをお見送りするっていう時に、私、帯を締めるという行為はすごく大切なんじゃないかなと思っています。丹田を締めて、自分をこう引き締めて、葬儀に出席して、お別れをきちんとして、で、全て終わって帯を解く、この行為っていうのは、私はこう喪服を着る意味っていうのは、そこに自分をちゃんとしっかり立たせて、お別れをしっかりして、で、終わった後に素の自分に戻っていくっていうね、そういう行為にもね、つながるんではないかなというふうに思います。喪服ってどうしても生きている以上、お別れっていうのは必ず経験することですよね。喪服、ご自身のものを持っておられる方もいらっしゃれば、レンタルで借りる方もね、いらっしゃると思いますけれども、喪服ね、に対する今日はちょっと考え方というか、向き合い方について、私が考えることについてお話をさせていただきました。なかなかね、こういったことを触れる機会ないですけれども、今日はね、ちょっとそのコメントをきっかけにお話しさせていただこうかなというふうに思いました。コメントをくださった方、ありがとうございました。本日の動画がお役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。
お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。